話してください。さっきの俺の話だけど、作り話なんかなんでもなくて、ガチで日高くんにはロボ部に入ってもらわないと。じゃないとさ、ほら、教頭に荒探しされた時に困るでしょ。そっか、そうだよね。こうなったら何が何でも日高くんにはロボ部に付き合ってもらうんだから。日高くんほどの才能をみすみす逃すわけにはいかないもん。あんたたち下級生に対して横暴ですよ。それは違うな。上級生が下級生に対して横暴なのは半世紀以上前からの伝統だ。いいか日高、体育会系ってのはそういうもんなんだよ。そんなの穴黒すぎるでしょ。まあまあ、どうせ帰宅部だしちょうどいい機会じゃねえか。部活はな、汗と涙と精神だぞ。よろしくね日高くん。これからはスバルって呼ばせてもらうよ。じゃあ俺も親しみを込めてスバルくんと呼ぶとするか。ナンセンスだ。 PTA に訴えてやりますから。七人の女神の祝福により我400光年の彼方より。すいません、入部します。だから人の真似しないでください。ちなみにあの呪文みたいなのって自分で考えたの？大会のディレクターの人に言わされてたんですよ。その方がキャラが立つからって。でもミスター・プレアデスがスバルだったなんて本当にちっとも気づかなかったよ。カイ、よくわかったね。それギャグで言ってる？大真面目に言ってるよ。アキちゃんとミッチーの目は節穴だって証明されたね。誰か節穴だ。相変わらず先生への敬意が足りんな。おれ、いたか、仕込め。入部はしますけど、それ以上の協力はしませんよ。こんなナンセンスなこと許されてたまるのか。はい、じゃあ注目。予算獲得の件は残念だったけど、ロボ部は無事存続が決まりました。うちらはこれからも正義の巨大ロボットガンツクワンを作っていくことができるわけで、これもカイとスバルのおかげです。先生は？ミッチーは何もしてないじゃん。で、話を戻すと、廃部も免れたことだし、これまでずっとうちが構想してた計画をね、いよいよ実行に移そうと思うの。計画？来年2月までにガンツクワン、頑張れる試作1号機を完成させるのがうちらの目標なわけだけど、やっぱり万博でグランプリを取れるロボに仕上げるにはね、うちとカイだけじゃ難しいかなって前から思ってたんだ。今はスバルが入ってくれたけど、それでもまだ3人なわけだし、だからプロの助けを借りようと思う。へえ、それはチート行為だな。意外としたたかなこと考えてるね。アキちゃんはもっと愚直かと思ってたのに。それバカってこと？おおむね合ってる。違うよ、アドバイスをもらったり、あと施設を貸してもらったり、ちょっぴり手伝ってもらったりしようって言ってるの。
明日の放課後早速乗り込むから、カイもスバルもそのつもりでいてね。俺も。じゃなくて、カイはロボ部員でしょ。そもそも乗り込むってどこへ。そんなの決まってるよ。JAXA 種子島宇宙センター。焼きも手を出せば消えそうで、ためらうその背中をしてくれたのはバラバラのかけらたち、拾い集めてつながった過去と未来のストーリー、終わりが始まりに、始まりは夢へと続き、小さな光は果たしない、知り出した新しいものが負けた。これで12連勝。タイもまだまだね。ひどいよミサネ、ちょっと手加減してよ。でもカイって手加減して怒るでしょ。そうだけど、ま、師匠に勝とうなんて10年早いってことよ。もう一回勝負だ。と待って、打ち上げ60秒前だって。ほらアッキー、起きなさい、ロケットもうすぐだよ。Thank you.
すげえ、すっげえ。ゴーホットドッグ、ゴー。ミサネ、ホットドッグ食べたいの？前も打ち上げの時ホットドッグって言ってたよね。昔の映画のセリフ。カイ、あなたも男の子ならライトスタッフを持つ男になりなさい。いやあ、お待たせ。びっくりしたな、急に仕事場を訪ねてくるなんて。遅い。ごめんごめん、車上の方に行ってたものだから。それでアキオ、お父さんに何か用かな？話ならうちでもできたの。娘にお願い事をされるなんて何年ぶりだろうね。これは娘が父親にお小遣いをせびるような生優しいものじゃないんだけどな。お父さんじゃなくて種子島宇宙センターの所長として聞いてほしい。あ、うん、種子島高校ロボット研究部と JAXA は技術提携関係にあるよね。うん、そうだったかな。そうだよ。アキオ、落ち着きなさい。お姉ちゃんがロボ部を作ったとき、JAXAに協力してくれるよう頼んで、OKもらったはず。だから、ロボ部の手助けをしてほしい。一緒に正義の巨大ロボを作ろう。と言われても、どう手助けをすればいいんだい？話は簡単。施設、人材、資金。その1、施設。ロケット組み立て用の施設をうちらの実物大ロボット組み立てのために貸してほしい。理想はやっぱり VAB。 その2、人材。ここで働く技術者の人でロボット工学に詳しい人がいたら紹介してほしい。その3、資金。 JAXA の偉い人に頼んでちょっとでいいから軍資金をもらえたら嬉しいな。
できれば100万円くらい。仕事を勘違いしちゃいけないよ。所長と言ったって何でもかんでも好き勝手できるわけじゃないんだから、所詮管理職というかなんというか。それにね、今の TNSC には予算も人材もないんだ。予算縮小ってことだよ。最近はロケットも打ち上げてないからね。ましてや施設を私的に使おうなんて、とてもとても僕はクビになってしまうよ。なんか夢も希望もないね。すまないね、協力できなくて。これはなんていうか、夢とかそういうものとは関係なくてね、世知辛い社会のルールといえばいいのかな。組織が大きくなればなるほど融通も効かなくなっちゃうわけでね。もちろん娘のお願いをなんとか聞いてあげたいっていう気持ちだけはあるんだけどね。お父さんのポケットマネーから資金を出そうにも、財布は母さんに握られてるし。お父さん、それ以上言わなくていいから。うちまで悲しくなる。お邪魔しました。 お茶ぐらい飲んでったらどうだい。あ、そうだ、この前筑波に研修に行ってた大前くんからのお土産があって。お父さん、私のお父さんは自分の夢にまっすぐで純粋で、うちはそんなお父さんが好きだった。でも今のお父さんからは情熱を感じないよ。そのことが寂しい。アキホ、ねえお父さん、あの頃の情熱がもしまだ残ってるなら協力を。いや、それはだから無理だって。
お父さんなんてもう頼らないよ。お、フラウコウジロじゃなくて、コウジロフラウだっけ。Thank you.
意外と早かったね。あと1時間くらいはかかると思ったよ。ダメ、全然話になんないだろうね。だろうねって。アキちゃんの要求はいくらなんでも無茶すぎだよ。おじさん困ってたんじゃない？お父さんなら絶対食いつくと思ったんだけどな。